越中八尾引山祭りは、富山県富山市八尾地域で、毎年5月3日に行われる、江戸時代中期より続く、八尾八万社の春季祭礼である。1993年までは5月5日に行われていた。八尾町市街地のうち6町が引山、1町が市市を、それぞれ保有し祭礼を取り行っている。巡行路は、東上がりと、 西上がりがあり毎年交代で引かれる。各引山の巡行順は毎年変更となり、四姉妹、三越、引山の順に巡行する。上新町が1741年花山車を製作し、有原の成平の人形と役者を乗せ練り回したのが起源とされ、その後他の町も順次引山を製作し祭礼に加わり、明治時代中期には六期となり、 現在に至っている。なお、祭礼行事は上新町の過去町により、漢方元年に以前から行われていたことが分かっている。坂の町の家の軒下には、松飾りが刺され、朝方より、獅子舞、三越、そして六期の引山が、引山林を演奏しながら若者たちが、拡張揃いの発品を羽織っておごっそかに渡御する。日中は、引山から出された妻に、 子供たちもつながり引き山を引っ張る。夜には、超鎮山となって、夜空をほのかに染めながら夜半まで引き回される。引山林には、三味線、横笛、太鼓が用いられる。曲は町内ごとに十数種類あり、それぞれの場面によって引き分けられる。当時の名工が手掛け、改良されていった彫刻、執行、彫金、金箔などをまとった。 絢乱豪華な引山と引山内で演奏するお囃子は良質な三種の販売が全国の4分の1のシェアがあったとされる養産業と配置薬の包み紙などに使用された八尾和紙で豊かな財力を誇り江戸時代には富山藩の財政の多くを支える富山藩の御な所と呼ばれ引山は裕福な豪商の旦那衆によって作り上げられていったもので おわら風の盆とともに、八百町民文化の繁栄の証であり誇りとなっている。日本の道百選に選ばれた、諏訪町本通り、東新町の石畳の情緒ある道を引き回すほか、辻辻の角回しでは、それぞれの町角を引き出が敬語の指図の元大鼓が、打ち鳴らされる中、呼吸を合わせ一気に力づくで車輪をきしませ、日中は、 屋根の四隅に下げられた洋楽を大きく揺らしながら、夜は町鎮を大きく揺らしながら回すが、日中の引き回しでは、東新町の石畳の狭い坂の辻、町鎮山となってからは、八尾八万社法能寺の出入りの角回しが一番の見どころである。また、引山の動き出しに合わせ、堀木の三つのよう官房と掛け声をかけるが、これは仏法の力である、法力。 密教の極意である、三井、平安末期に実在した僧侶である、栄冠房から来ているのではないかとも言われているが、いわれは、諸説あって、現在では、よくわかっていない。なお、1872年までは3月16日、1962年までは4月20日に、取り行われていた。六期の引山は、1965年1月1日。 八尾町祭礼引山として、富山県有形民族文化財に指定されている。また2006年に、と、山の文化財百選に選定され、2011年11月には、八尾町引山保存会が、地域文化功労者文部科学大臣表彰を受けた。2020年4月5日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、 関係所団体はこの年の引山の巡行などの中止を決定した。社殿での神事等は行われる。獅子頭は、稲見彫刻の名工が制作した、角が一本あるオスと、メス二頭の夫婦獅子で二人獅子である。三越、引山を先導し、巡行路を清める梅雨払いの役目をしている。2005年には、と、山の文化財百選に選定されている。 各町内の町境で、各町内会のうじこ並びに、自治会長が、みこしの受け渡しを行いながら、八尾八万社の新館と共に、うじこ町を回る。六基の引山は高さ約6.8から7.5メートル、長さ約2.5メートル、幅約2.75メートル、重さ約4トン、二層構造屋体形式の彫刻山で、屋根は八つ棟作り。 屋根の四隅には、洋楽がひさげがっている。上層の漆塗りに彫金が施された四本柱には、各町の門が入った天幕が張られ、中には、京都の人形師や富山藩の大仏師などが手掛けた、ご神体が備えられる。また神がかりと言われる、神様のお世話係引山大工と言われる組み立ての責任者、柱がかりと言われる四本柱の管理者、そして、 子供たちが乗り込む。前、左右に、ミスがかけられた仮装は、他の富山県内の引山と比べると太く、引山自体全体的に寸胴に見える。これは中に、三味線、横笛、太鼓の林子方が乗り込み引山林を演奏するための空間を大きく取るためである。引山仮装工部に飾られた大堀、上層後方のみこし、2枚ずつ4面に飾られた8枚。 彫り、小脇彫りなどほぼすべての彫り物には、細かい細工に金箔や彩色が施され、漆や彫金も多く用いられており、大変きらびやかで、絢爛豪華そのものである。車輪は四輪の第八車様式で、西町は板車、残る五町は野車で、車輪にも漆や彫金などが施されている。安の引山車騒動の影響もあり、 江戸時代までは断じりだった。彫刻はいくつもの部材に分かれており、夜には彫刻を外し各く引山に約400もの彫鎮をつけた彫鎮山となる。現在の絢爛豪華な引山は慶応から大正時代にかけ、稲見の彫刻、高岡の彫金、城花の執行など、各地の優れた工芸技術を持つ名工によって手掛けられ、完成されていった。 なお、引山の組み立てには、釘は一本も使わず浅縄や、蝶の皮を使用して組み立てていく。また、坂の町を引き回すため上層の四本柱が、傾きによって歪まないように、シャドがきつい坂を進む場合、四本柱に柱係がかりが、助け縄をかけ、坂上の下方から引っ張ることによって保護している。引山林は1770年代より、演奏されており、 初期には、京都の祇園林などが演奏されていたが、後に、浄瑠璃、義太夫、長唄、羽歌などを取り入れ、町人たちが芸を磨き、各町が特色のある林を完成させていった。ご所者祭礼前に山倉、または、引山展示館から公民館に、ご神体を乗せ移動する、神迎えの神事で使用される。東町のみが所有するもので、 1900年に制作された三輪の御所者である。老朽化したため、2021年に初めて改修を行った。1984年上新町にあった、元富山県産業試験所跡地に開館。入館すると右手に引山展示室があり、一年交代で引山三機が常設展示されているほか、引山工芸品や資料。 京町の湿疹頭などが展示されている。ロビーを挟んで左手には、最大500人収容の多目的ホールがあり、おわら武士関連など、様々なイベントに使用されている。また2004年4月に増築された奥の3つの展示室では、パネルにて各引山の紹介、引山の部材の展示ほか、地元八尾出身の版画家、画家、林家記事の紹介と、作品展示、 や尾に繁栄をもたらした、養産業の歴史紹介や養蚕道具などが展示されている。また、開館前広場には、小原中高の祖と呼ばれる、川崎順次の銅像が立つ。富山県博物館協会会員。ありがとうございます。